はいどうもこんにちは、ペペンです。今回もベストナップやっていこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、モグワイさんのね、デッキをね、お借りして使っていこうかなというふうな感じです。なんか、なんだろう、ランクでね、モグモグがね、使ってたんですよ。パトリオットとブルマとバルキリーの、デッキをですね、はい、まあ、基本的には盤面を横広げでね、全部埋めていくみたいな形のデッキにはなってるんですけど、はい。まあ、キルモンが入ったら大変なことになってしまうんですが、まあ、パトリオット、ブルマでしっかりと全体バックかけつつ、バルキリで、大きいカードを、3に強制的にしていく。また、アイアンマンなど入ってるので、アイアンマンでね、2倍していったり、ミステイクでパクっていったりという風な感じの、まあ、基本的な、てか、ノーマル的なね、まあ、普通の、永続的なのかなという風な感じです。まあ、紹介していきます。ワスプ、フット、バスト、スクエアガール、スクエアカー、ミスリーグ、ミスリア、バトルット、ベリアブリ、アイアンマン、マーベル、バルキリーというような感じになってます。敵の使い方などは試合見ていただければかと思います。それではどうぞ。うん、強い。盤面狭そう。でも、わざとじゃないそれ。これパスしていいと思うんだけど、多分ね。パスしなきゃよかったかもしんね。うん、1ターン目からこれ出してよかったんだ。ちょっとわかんねえわ、それは。それ初見じゃんだって。これ初見だったからわかんなかったわ。マジかよ。チャツ黙ってろ。黙ってろ、チャツ。これ人か？まずいこれ。なんか嫌な予感する。サンドマン来そう。くっそ。下手すぎないか。お前下手だな。お前本当は下手だろ。このゲーム。大丈夫。今にチャッツ黙れ。大丈夫だっつって。勝つから。勝ちゃいいんだよ。黙ってみてろ。相手のスナップだ。勝手にせえ。デブリ入れなかったかもしんないな。私がアイアンマン。私がアイアンマンです。スナッパー。スナップだ。何が来ても勝てない。勝てるよね。何が来ても勝てるよね、これね。何がある？そうなるんだ。先埋まるんだ。私がアイアンマンだ。知らなかった。先埋まるんだ。あ、そう。あ、そっか、先埋まってるか。勝利。そうだ、先埋まってるわ。洋館ありがとう。これはパスでいいと思う。これは出す必要ない。マジでわかる。間違いなく必要じゃない。 No。 もうここら辺で出していいと思う。これあー、これやばいな。これ相手恐竜でしょ。恐竜。うわ、ちょっとね、パンツを強くするっていうのもありなんだけど、あ、パンツっていうか、なんだっけ、ミスティックでね。でもちょっとここテンポマジで大事だと思ってんですよ、正直。どうだろうな、ここ。まあいっか。いや、じゃあこっちでいいか。ちょっと怖いのが、一番リス引いてわけわかんないスペースストーンにペタンって着地するのが一番嫌なのね。だからちょっとまあこうさせてください。でこれ相手ボットだ、ボッティンだからちょっと勝っていきたいな。ただかなりきついな。相手のスナップだ。じゃあそれはもう勝ったわ。これ来てくれるとは思わなかった今俺。マジで本当に神様だなって思うわ。俺ってやっぱ愛されてんなって。愛しかねえんだなって。愛してくれてありがとうって感じだよ本当に。スナップだ。いやここはあんまスナップ打たないでいいんだけど、うん、打っちゃダメだよ本当は。でも打ちます私、はい、バカなんで、イカれてるんで。まあいいや、真ん中が勝ってるから。これ人じゃないでしょ。あ、人じゃねえ。これ全然人じゃねえ。やっぱ人じゃない。でしっかりブリブリいってもらって。でワスプもうゴミだねこれ。危ない。やべえ、これ言った。やべえ、言った通りになってる。キャッツ助けて、キャッツ助けて。デッキ2枚。これ何デッキ2枚って。ちょっと待って、今何戻ってたっけ。ウッドやだ、ウッドやだ、ウッドデブリか。じゃあね、これ多分これパスか、パスだな。パスしてアイアンマンを戻すことを命かけよう。それになんでこんなできなくなってんの。まずい。終了。引かれて引かれて引かれまくってんのかこれ。デブリなんだよこれ。デブリなのデッキの中。これ出して、これ出してアイアンマンが入って11のトレードので、これでいいのか。でアイアンマン来るよねこれ。アイアンマン来るでしょ。私がアイアンマンだ。これでデブリ来て、で、アイアンマンやる。私がアイアンマンだ。私がアイアンマンです。勝利。イージー。このクソガキが調子乗りやがってな。ぶっ飛ばしてやる。ゆい。変われ変われ変われ、早く変われ、早く変われ。太陽にこれに変われ。早くせ。早くせ。唯一の解説するが。あ、俺もうここでスナップ打つわ。あ、決めた。ちょっと待って。ちくしょう、お前。この野郎。よし。よしなのかわかんないけど。ここはもう予想通りね。ここから予想通りなんだけど、ここからカオスよ。ひでえロケだ。これどうせあれだろ、タコだろ。これタコやね。タコちゃんです。だよ、これ。知ってるよ、ミニモニだろ。これあれだな。勝利。本当に。てか嫁がなんかドライヤーやってるからそろそろ支度しないといけねえような気がするわ。ギャラクタスぶち切れるわ多分。ひざまずけって言われるわ。お前ひざまずけって、お前ふざけんな、ひざまずけって言われる。はいはいって言わないとね。マジ怖いから。えぐいだろ。これ穴なのかな、セレブロみたいな感じで使った方がいいのかな。その言ってることわかる。パンツとミスティークのラインに、なんだっけ、あの人出すみたいな。これ何ギャラクタス？うわーめんどくせえ。リスじゃねえわ。プールさんあと16枚。やばきついなそれ。発射準備よし。うわマジかよこれ最悪だな。3700ぐらい必要なの。俺じゃあ早かったのかな。結構デブリだけ出しとく。ブリブリだけ。あ、そういうことなんだ。今時は大変なんだ。わかんねえだろ。わかんのかよ。本当に引いてるかこいつは。引いてねえ。俺それにかける。こんなことしないでねみんな。絶対にこれ普通のランクでこんなことしないで。こんなバカなことを。そう信じてるみんなはしないってこと。クソ食わ。なんだこれ。あ、なにこれ。間違えたこれ。なんでこんな置くのこれ。オペ来るまさか。イージーイージー。こんにちは。 X 地区でマインドストーンでドローしようと思って。なんかさ最近カーン入ってる。なんだっけ、すげえカーンって言ったらカーンみたいな名前来たな。そうだね、ほとんど勝ちっすね。もう勝ち確だと思う。ギャラクタス塗る。まあでもどうだろう。ウェーブからのギャラクタスだった場合そこまでヌルは強くないかも。たった今情報が入りました。ヌルの最高打点出せんのは多分ねあれっすね。なんだっけ名前が出てこない。エレクトロから、タコギャラクタスみたいなあれが一番最高打点出せるから。これちょっと手加減しよう。手加減。このデッキの手加減の仕方むずくない？そんなことない？これ本気でやりすぎたら多分相手撤退するわ。これボットでしょ？これすっごいさ、俺が1日でインフィニティ行ったデッキあるじゃん。あれに似てるね。これ。すごい似てる。なんか懐かしくて涙が出そう。なんでこれショッカーいんの？出さないでいいや、これもう。出さない。決めた。パス。うん。出す。クワさんおはよう。相手のスナップだ。どりゃ未来ショッキンじゃあはいいの勝ちか。じゃあ綺麗に我が聖剣エクスカリバーでしばきましょうか。くらえ魂の聖剣エクスカリバー。これでいい。チャキンチャキンチャキン。我が聖剣エクスカリバー。ピシ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 ン。やべ、スナップ打ってなかった。もうダメだこれ。もうこのエクスカリバーにさ全部持ってかれた。頭クソかっこいい決め台詞言っちゃったじゃん。それに全部脳の CPU 使ったなあ。決め台詞が言いたかっただけで俺やっちゃった。終わっちゃった。このデッキあれか、ミスティークが入らなければ、じゃあバルキリーか。バルキリーとミスティークが高いっていうか、プール3、4? かな。お、強い。いいね。これなんでお前リス出さねえんだってみんな思ってたかもしれないけど、今出しますわ。うん。なんで俺も出してねえのか分かんなかったわ。リス、カマルタージュでもよかったかなっていうの正直あるけどね。いや、ここ出さなくてよかったわ。誰こんなせかせたの。誰俺にこんなせかせた人。大丈夫。エクスカリバーでいくから。俺には見えてる。聖剣エスク。やば、それ。お前さ、本当に。お前さ、ちょっと笑えないことになってきたんだけど、もう190までいっちゃった、そう。でも、所詮数字です。うん。それ以上でもそれ以下でもない。何言ってるかわかんない、俺。ごめん。いや、これは、ここにしよう。じゃあね、アヤマ見てて。やっぱ。うん、アヤマでいいや。アヤマでいい。で、最終ターン、バルキリーと、これでいくから。チャッツ、黙ってろ。見てろ。今、これ9に見えてるけど、これ9じゃないから。私がアイアンマン。偽物。うん。大丈夫、見てろ、見てろ、見てろ。スナップだー。ナップ。阿部さんこんばんは。そんなあれ、それやばい、それはまずいと思ったでしょ。いいぜ、勝利エンターテイネー。なんかデッキリストさ、みんなあれこまめに書いてる人すごくない？俺無理だもん、あれめんどくさいもん。だってそのわかる？そのさ、デッキリスト書いてる時間をプレイしたい。そこすら申し訳ない、俺は。ほんとごめんって、こんな時間にみんな使わせたの。昨日嫁とイチャついてたんですか？違います。マジで寝てた。ってでも、嫁の膝でね。嫁のお膝で、WPC って面白いねっつって、そう、嫁のお膝で見てました。うん、ごめんな、みんな。ごめんな。それがイチャついてるっていう風に捉えるなら、そうかもしんない。ごめんな。なら、謝るわ。だって本当に野球あんま分かんないからさ。やばいよね。てか野球選手ってマジででかいじゃん本当に。でも大谷規格外な感じがするわ。あれ 8K だよね。スイッチのスタンプ作りましたか。これなんでお前こんなに出すんだって思うかもしれないけど、これちょっと見てて、黙って。スイッチのスタンプ作ったよ。もう当たり前じゃん。もうそれ以上みんなを騙させない。ねえ、ほんとそれ。ねえ、こいつ AI だからさ、分かってんだよ、これ多分。あ、これ AI だからでも分かってんのね、多分。これがどうなるか。行き先が。なるほど、分かってなかったんだ、じゃあ。AI のくせに。カブレラってなんか、いたな。俺、カブレラって中日？なんか、あれ違うわ。カブレラ中日じゃなかった？なんかわかんないけど。パワープロやってたからさ。アイアンマンいりますか？セーブだね。うん。そう、セーブだったなと思って。そういえばセーブだなって思ってた。ちょうど。そんな12時過ぎです。はい。これさ、手加減できないのがやばいな。手加減してたらまくられんだよこれ。私がアイアンマンだ。とんでもねえやマジで。アイアンマンはいるよ多分。これで相手を油断させて2着つかせる。そんで2着つかせて、これ5だよね。4か4だよね。これミスティックいる？パワープルやってている。いやパワープル野球のルールは知ってるよ。野球のルールは知ってるけど、インフィールドフライみたいなのあるよね。あれよくわかんない。あれまだ理解できてない。なんとかインフィールドフライみたいな。あれみんな知らないでしょだって。インフィールドフライみたいな。2回言いました。大丈夫だな、これ勝ってんな。知らねえけど。強くねえな、これな。トゥクトゥクントゥクトゥクントゥクトゥクトゥントゥクトゥクン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 。いいぜ。俺あんまそのなんだろう、医学とかも詳しくないしわかんないんだけど、人の顔がピンクの時って危なくない？ねえ。酒飲んでんだあれ。やばいねじゃあもう。パワープロ。そう、調子のアイコン。そう、調子のアイコン。あれ、ピンクってやばいでしょ。終わった。終わった。唯一の勝ち筋。ここに、ここにバルキリーぶち込んで、勝つしかねえと思ったのに、消えてった。悲しい。てか、もうそろそろ12時半になるわ。やばい。子供を体操教室に連れていかないと嫁に嫌われる。いやでもさ、調子悪い時のその顔はさまだわかるじゃん。あ、本当に調子悪そうだねって、うん、でも出てねみたいな。ピンクって怖くない？普通に顔がピンクって。これさ、あれだな。バストいらねえな。あ、でも。これさ、これ。赤木さん、こんばんは。こんにちは。これ、ちょっと待って。これ、弱くない？ちょっと待って、これ。これ、みんなさ、口に出さなくてもわかるよ。これ、弱くない？恐ろしいぐらい弱いんだけど、これ。うわ、来ないんだ。ここでパンツをトップで引けてれば強くないって、やっぱ強いよねっていう風な話を持ってこれたんだけど、今日は何時までやりますか？今日は12時半までかな。今日ってあれだよ、午前の部はちょっと午後からもやるけど、ちょっとほんと連れてかないと嫁に嫌われるから。俺嫁に嫌われたくないのね、愛してるから気持ち悪い、マジで気持ち悪いわ。ほんとキモいほんとキメえ、マジでキメえな、やべえわ、キモすぎない？よかった、こんな配信者で。何これ、よかった、読み通り言ってたよね、これこう来るって。スナップ打たねえんだ、なんでお前打たねえんだ、ボットのくせして。大丈夫、勝つから。今俺の頭の中の AI がすごい回ってるね。これキルモンガー2枚目ないよね。 あったとしても関係ないか。アイアンマン弱そうだけど強いのでしょ。わかんない、これ。デス何コスト？デスやばいけど多分ね、これボットだからデス入ってないと思うんだよ。こうか。これだな。これでいいな。スナップだそれまずくない？ちょっと待って、それまずくない？チャツ狙い通り狙い通り、これがボットなんだ、これがボットクオリティ。あ、てか200いってる、200いってる、ノルマ達成じゃん。今日言ってたよね、この午前の部でだけで200いこうねって。